い、皆さんこんばんは、せんちゃんです。今日は視聴者さんからツイッターで募集したおすすめのツーリングスポット関東編第1弾を紹介したいと思います。なぜ第1弾なのかと言いますと、関東だけでも結構な数がありましたので、今回は東京、埼玉、神奈川に絞らせていただきました。今回は関東編ということで、完璧に私の守備範囲外、皆様からの情報にとても助けられております。たくさんのご応募本当にありがとうございました。前回は静岡編を公開しておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。では早速始めていきます。どうぞ。はい、ではまずは東京都から始めていきたいと思います。東京都のツーリングといえばね、皆さん奥多摩をね思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。こちらはダム湖100選に選ばれている奥多摩湖、こちらには多くのライダーが足を運んでいます。そしてメインの奥多摩周遊道路は道の状態も比較的良く、走りを楽しむことができそうです。ただ道幅は結構狭めなので、気をつけて走るようにしてください。ちなみに曇天の奥多摩湖はこんな感じです。せんちゃんに出会ってから、こうツーリング時に雨が降ったり曇りが続いたりするっていう苦情もいただいているんですけども、私はね生粋の晴れ女ですので、私のせいではありません。そこのところよろしくお願いいたします。続きまして、同じく東京都の葛飾区にあります水元公園、こちらの公園は都内で唯一水郷の景観を持った公園だそうです。公園内にはメタセコイアの森やキャンプ広場、ドッグランがあったりと、かなり広い公園のようです。桜のシーズンはお花見ツーリングも楽しそうです。こんな感じでですね、東京都のね応募はね意外にも少なかったです。東京だとね、その他はやっぱりこう夜景ツーリングっていうのが多いのかなと思います。眠らない街東京ですから、そんなナイトツーリングもね楽しいんじゃないかなと思います。次はですね、埼玉県に入ります。埼玉県秩父市にあります旅立ちの丘、皆さんこちら旅立ちの丘ご存知でしょうか。全国各地の小中学校などの卒業式で最も歌われている旅立ちの日には、秩父市内の中学校で誕生したそうです。そしてね、こちらの旅立ちの丘の通路では旅立ちの日にのメロディーが流れているらしいので、あの若かった頃をね思い出してしまいそうですね。ちなみに私の中学校の卒業ソングは旅立ちの日にだったんですけど、皆さんはどうだったでしょうか。時代によって卒業ソングっていうのは変わってくると思いますので、皆さんの卒業ソングをぜひコメント欄で教えてください。続きまして、同じく埼玉県の巾着田、こちらはね埼玉県日高市にあります巾着田。日和田山から眺めると巾着のように見えることからこの名前が付けられたそうです。こちらはですね、四季折々の花が見どころでして、特に500万本の曼珠沙華が有名だそうです。ただ曼珠沙華の開花中は非常に道路が混雑するようなので、渋滞緩和や環境保護のためにもできれば鉄道を使ってほしいそうです。やはり渋滞が起こると周りの住民の方々にも迷惑ですし、走ってるライダー側もね辛いので、渋滞が予想される場合は鉄道の旅に切り替えた方がメリットが多そうです。となぜかツーリングスポット紹介で鉄道をおすすめするという謎の動画でございます。はい。続きまして、同じく埼玉県有馬ダム、皆さんね有馬ダムは有名なのでご存知だと思われます。こちらはですね、こんな感じで写真が撮れまして、ダム湖のグリーンをバックにバイクの写真を撮るとすごく映え映えな写真を撮ることができます。すごいね素敵な写真ですね。うん。あとダムカードをね集めてる人もいると思いますので、そういう方はぜひぜひ行ってみてください。続きまして、ここから神奈川県に入ります。神奈川県が一番多かったです。神奈川県、まず初めに紹介するのは箱根の芦ノ湖といえば、広大な湖と富士山を一緒に見ることができる絶景スポット、遊覧船やロープウェイなどのアクティビティがあったり、箱根神社などのパワースポットがあるのが特徴。近くには宿泊施設も多いのでリゾートを楽しむこともできます。またライダーにおすすめしたいのが芦ノ湖スカイライン、こちらはですね私の過去の動画内でも紹介しているので、ぜひそちらを参考にしていただけると嬉しいです。そしてこちらの芦ノ湖スカイラインは総延長 10.7km の観光有料道路、天気が良ければ雄大な富士山を眺めながら走ることができます。重要なのは天気が良ければ途中にレストハウスもあるので、そこで休憩や軽食をとるのもいいと思います。そして続きまして、同じく神奈川県の横須賀、神奈川県ツーリングの中でも人気のあるスポット横須賀でございます。横須賀を起点に三浦半島ぐるっと回るツーリングが人気なようです。また三笠公園では戦艦三笠を見ることができるようです。こちら館内の見学は大人600円でできるようなので、戦艦好きの方はぜひ行ってみてください。ちなみに守り海岸沿いの横須賀海岸通りはこのように
ようにね、南国風の道路になっているらしいので、バイクで走るととても気持ちよさそうです。南国が好きな方はぜひぜひ走ってみてください。続けまして、同じく神奈川県の椿ライン、神奈川県道75号線で芦ノ湖の南岸から大観山の横を通り湯河原方面に抜ける峠です。こちらはね、有料道路ではないため自転車や歩行者も通行することができるそうなんですけど、本当でしょうか？こちらも芦ノ湖スカイラインと同じく富士山と芦ノ湖を見ることができます。そしてイニシャル D のラストを飾る舞台としても有名だそうなので、イニ D 好きの人はね、ぜひぜひ行ってみてください。続きまして、神奈川県の逗子立石駐車場、こちらは無料の駐車場だそうです。こういうね、駐車場の情報めちゃめちゃ助かります。ありがとうございます。そしてこの駐車場は湘南から三浦へかけての海岸線を走る時の休憩所として利用しているそうです。曇っていなければなんと富士山も見えるそうです。多分センちゃん図には見えません、うん、そしてドンズという素敵なイタリアンレストランやマーローというね、プリンが有名なカフェもすぐ近くにあるそうなので、グルメツーリングするのもいいかもしれません。続きまして、同じく神奈川県の荻野パン、有名な荻野パンでございます。ライダーの多くがこれを求めて走ると言われている荻野パン、その中でも揚げパンは超人気で、ツイッターでもね、よく食べてる人を見かけます。このようにね、少し狭いですけどもバイクの駐車場もあるようなので、休憩で立ち寄るのもね、良さそうです。続きまして、神奈川県横浜みなとみらい、横浜のデートスポットといえば皆さんみなとみらいですよね。観覧車やランドマークタワーに赤レンガなどね、カップルで行けば楽しいこと間違いなし。でも実はね、バイクで行っても楽しくてですね、特にナイトツーリングが人気なようです。皆さんくれぐれもね、騒音にならないようにナイトツーリングを楽しんでみてください。続きまして、神奈川県七里ヶ浜にありますイタリアン料理レストラン、アマルフィ・イ・デラセーラ、こちらは七里ヶ浜の海を眺めながらイタリアン料理を楽しめるレストラン、夕方は夕日を眺めながら素敵な時間を過ごせそうです。こちらね、ツーリングというよりはデートで行きたいなって個人的に思いました。はい、続きまして、同じく七里ヶ浜のパシフィックドライブイン、こちらはハワイアンプレートランチをコンセプトにしたドライブインカフェ、こちらのテラス席からは雄大な海を眺めることができます。駐車場が広いらしいので、私のような駐車下手芸人でも安心。店内もハワイアンの雰囲気が漂っているようなので、ハワイ好きの方はぜひぜひ行ってみてください。続きまして、神奈川県茅ヶ崎サザンビーチ、こちらも海沿いを走るのが好きな人はぜひぜひ行ってみてください。そしてこちらにはね、バイクを止めるスペースもあるようなので、休憩がてら海を眺めるのもいいかと思います。続きまして、同じく神奈川県江ノ電の鎌倉高校前駅でございます。アニメスラムダンクのオープニングシーンに出てくる場所として有名な踏切、場所は七里ヶ浜の近くにあるそうです。こんな感じにね、踏切越しに海を見ることができるので、とてもエモい雰囲気でございます。ただね、ここはね、車も通る道路なので、道路に出たり線路に入ったりして撮影するのは絶対にやめましょう。素敵な場所を守るためにも撮影マナーは非常に大切です。はい、そして最後に神奈川県の海沿い爽快ツーリングコースを紹介したいと思います。静岡県も海を楽しむことができるんですけど、神奈川ではまた違った雰囲気の海をね、楽しむことができます。まずは葉山にあります長者ヶ崎海岸からずし海岸を通り、そして由比ヶ浜、七里ヶ浜からの江ノ島、このルートはね、嫌なことが吹き飛びそうな本当に素晴らしいルートだと思います、うん、やっぱりみんなね、ストレス社会に生きていると思いますので、たまにはね、バイクに乗って海風を感じてストレスを吹き飛ばす、そんなツーリングをしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は関東のおすすめツーリングスポットを紹介させていただきました。関東編は第2弾もありますので、ぜひゆるゆるとお待ちくださいませ。そして改めまして、たくさんのご応募ありがとうございました。今後もみんなで参加できるような動画をね、企画していきたいと思っておりますので、 Twitter や Instagram をフォローしていただけるととても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバイ。